はい、こちらには本日東証マザーズに新規上場しました証券コード3133、海阪の代表取締役社長久田敏孝さんにおいでいただいてます。久田さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。先ほど見ましたら株価はですね、3割公開価格に比べて3割ぐらい高い水準で気配となってます。はい、順調なスタート、はい、どんな印象ですか？本当大変に身の引き締まる思いをしております。投資家株主の、皆様の期待に沿うようにですね、しっかり、株価を上げてですね、しっかり頑張っていきたいと思っております。順調なスタートを切りました海阪という会社、はい、まあ、一体どんなことをやっている会社なのか、はい、まあ、事業内容のご紹介からいただきましょうか。はい、当社グループは専業主の、防犯と飲食事業であります海阪にて構成されております。まずは専業卸業の防犯ですが、私の父親であります久田与次郎が、マグロカジキの専門卸業として、名古屋の柳橋中央市場で、創業しておりまして、親子2代で創業62年となっております。新鮮な魚を安く安定して仕入れることが当社の最大のメリットとなっております。海阪は主に居酒屋を運営しておりますが、主力業態は懐かしどころ昭和食堂と恵比寿屋でございます。昭和食堂は昭和の街並みをイメージした内装で、ご年配には昔懐かしく、若者には目新しい雰囲気となっております。この主力業態の客単価は2600円程度でございます。はい、ここに写真が今ありますけれども、はい、この真ん中にあります、柳橋中央市場というのがお父様がお魚屋さんを始められた、はいはい、そのお店がここにあるわけですね。そうですね、親子2代で創業62年となっております。62年、はい、あ、そしてこう右側に、ありますのが昭和食堂、はい、なんかそうです、ね、懐かしい。そうですね、本当あの昭和モチーフとした内装でですね、はい、あのご年配の方には本当懐かしい雰囲気で、若者にも新しいということで、はい、BGM もですね、はい、本当に昭和の時代の中もそんな雰囲気なんですか？そうですね、あ、しかも客単価2600円ということですから、はい、なかなか行きやすいお店、ね、もう普段使いしていただける内容となっております。あ、そうですか、はい、そしてこれがあの事業内容のところですね、はいはい、ここにスライドがあります。はい、まあ、2つに事業としては分かれていて、はい、あの卸の部門が、はい、子会社のウオハンという会社がやってらして、そ、ね、はい、まあ、そこからも仕入れていらっしゃるんですね。はい、で、主力事業が飲食事業で、はい、懐かしどころ昭和食堂、はい、恵比寿屋といった店舗が展開されているということですね。はいはい、そしてさらに、これですね、はい、あのサービスの例をここに出していただいてます。写真の方ですね、はい、これどうでしょうかね。はいはい、また郊外ロードサイド居酒屋ならではのサービスとしまして、無料送迎バスがあり、キッズルームや女子会ルームもご用意しております。100種類以上ある豊富なメニュー、毎日が980円で飲み放題といった3世代が、お気軽に食事を楽しんでいただける内容となっております。はい、郊外のロードサイド店舗が主力、はい、ということですね。はい、そうなりますと、足の便がどうだとかというふうに思うんですけれども、はい、無料送迎バスがついている、はいはい、そしてお子さん連れでも大丈夫ですよってキッズルームがあるという、はい、そんなような構成になってるわけですね。はい、店舗数はどのぐらいでしょうかね。現在ですね、2015年3月現在で愛知、岐阜、三重の東海地区、はい、兵庫、大阪の関西地区、うん、福岡、熊本、宮崎、大分、鹿児島の九州地区、そして東京に1店舗の、合計11業態76店舗を、運営しております。やっぱり出身地の東海が中心 で、 そうです、ね、大阪、はい、あとは九州ですか。そうですね、はい、東京にも1店舗、池袋の西口にございます。あ、そうですか、はい、ああ今度行ってみましょうね。はい、そして業績の方なんですが、はい、順調に拡大しているようですね。はい、当社の売上高及び店舗数につきましては、11期連続で、増加しております。当社は無料送迎バスを強みに、郊外ロードサイドへの出店を重ねてまいりました。ロードサイドに出店することで居酒屋としては新たなマーケットを開拓したものと考えております。人口の減少、酒離れなどはございますが、当社のターゲットとしますマーケットにおいての需要はまだまだあると考えております。はい、
まだまだあると。当面の出店計画、はい、みたいなものをちょっとご紹介できますいただけますか。はい、今期につきましては24店舗の出店を計画しております、はい、人材および物件の所得もスムーズに行われております。今後も郊外ロードサイドの出店を加速し、毎年25から30店舗を出店することで、中長期的には200店舗体制を構築したいと当社は考えております。今76店舗で、はい、25から30というと、はい、3割ぐらいのペースで拡大をしていく、ね、ということですか。わ、はいはい、かりました。まあ、そういう意欲的な戦略のその背景となってます御社のですね、はい、持ってます強みといった点をですねご紹介いただけますか。はい、当社グループには、他社の居酒屋さんとは異なる3つの強みがございます。まず1つ目は、卸売業としての調達力を生かした、鮮魚の品揃えとコスト競争力です。子会社に、鮮魚卸の魚販があることで、新鮮な魚を安く安定して、仕入れることができております。市場価格の大体 2,3 割は十分安く、仕入れております。あ、そうですか、はい、ここにありますこの写真、久田社長、そうなんですよ、ご自身なんですか。はい、はい、私が実際マグロの、解体をしてですね、やってるという形になってます。おそらく上場会社の社長さんで魚のこうマグロのさばきができるっていうのは、実際マグロの買い付けまでしてっていうことだとないと思う。そんなにはいないと思いますね。あ、そうですか、はいはい、小さな頃からやってらした。そうですね、小学校中学校の頃からですね、夏休み冬休みはですね、手伝いに行ってですね、そうですか、本当に朝早くから行ってですね、実際まあ、仕入れも一緒に行ったりですね、してて、高校生の頃には実際マグロの解体もできるようになってまして、はい、あ、そうなんですか。25歳から本格的に父親の下で、入ってですね、まあ、魚の目利きもできるようになってました。あ、はい、そうなんですか。やっぱり、それはやっぱり経営の上でもすごい重要なポイントなんでしょうね。そうですね、新鮮な魚を安く提供できる。そうですね、やはり食べるものなので一番、お客様に分かっていただけるということが一番大きいですね。でしょうね、はいはい、分かりました。そして2つ目のポイント、はい、2つ目は、無料送迎バスのネットワーク力です。宴会のお客様を中心に送迎バスがあることで、商圏が広がり、お客様の利用シーンが拡大することで、リピート率の向上にもつながっております。現在42台の送迎バスを保有しております。繁忙期におきましては店舗間の振り替えを行うことなど、店舗の稼働率を上げることにもつながっております。これですと、はい、職場から、そうですね、そして、まあ、住宅から、そうですね、平日は大学の大学キャンパスとかですね、そうですね、若者たちは大学から、はい、そうですね、はい、行ったりですね、サークルやゼミなどのお迎えに行ったり、あと金曜土曜は郊外のですね、はい、工場とかですね、あと企業の方に迎えに行ったりとかですね、週末土曜日曜はですね、住宅の方にですね、家族連れの方にですね、はい、ファミリーの方に迎えに行ったりということで、やっております。あ、喜ばれてますね、はい、これね。で、多い時は年、1日100件ほど入る繁忙期は。そうですか、はい、地方の方の方っていうのはなかなか足の便が悪いですからね、はい、居酒屋さんに出かけるのも車乗っていかなきゃいけないし、そうですね、でも車乗っていてお酒飲んだらまずいですから、はい、やっぱりこういうのは非常に重宝されてる。当社の売りの一番のあれですね。あ、そうですか、はい、そして3つ目、はい、3つ目は、はい、郊外ロードサイド店舗による差別化となっております。無料送迎バスや980円で飲み放題、キッズルームや女子会ルームがあることで、当社の郊外ロードサイドの特徴といえます。郊外ロードサイドのは、競合他社が少なく、出店余地があり、さらには家賃が安いことです。また郊外には大学が多数あり、アルバイトの採用もしやすく、都心のに比べて時給もだいたい1割2割は安いことといえます。わかりました。まあ、人材も確保しやすいしということなんでしょうね。そうですね、はい、まあ、一般的に外食は人材の確保が難しいと言われておりますが、当社は郊外や地方に出店することで、他社よりもスムーズに人材の確保ができております。そうですか、分かりました、はい、まあ、そこら辺を踏まえながら今後のビジネス展開についてお話しいただけますか。はい、今後のビジネス展開は大きく3つございます。1つ目は200店舗体制の構築、2つ目は人材の確保と育成、はい、3つ目は、郊外ロードサイドの、戦略となっております、はい、
当社は今後5年間で200店舗体制を構築します。今後も積極的に郊外ロードサイドへ出店してまいります。出店エリアにつきましては人の採用のしやすい地区への出店を行っていく方針でございます。特に有効求人倍率の低い九州地区を重点地区と考え、その他東海地区、関西地区および近隣エリアにドミナント出店を広げ、太平洋ベルト地帯に展開していく方針でございます。はい。特にどうなんでしょうかね。これまでも、はい、退店したお店、はいはい、あるいはこう業態転換したような、はい、お店をうまく使いながら再開発していくという、はい、そんなような戦略のようですよね。そうですね。はい。特にですね、居酒屋土地やレストランの退店跡をメインとしまして、特にコンビニ跡地への出店を今後加速していきたいと思っております。コンビニ跡地は郊外ロードサイドにおいて駐車場が広く確保されております。またコンビニ業界では、年間1000店舗以上の退店閉店がございまして、当社ではまだ出店余地が大いにあると当社は考えております。そうですか。郊外ロードサイド戦略、そして、ナンバーワンの、ね、企業を目指していかれるということですね。この東海地区で培った、郊外ロードサイドと、送迎バスで、郊外ロードサイド居酒屋にてナンバーワン企業を実現していきたいと当社は考えております。ですか。分かりました。今後は楽しみな開発ですね。はい、ありがとうございます。そして今テレビの方を見ていただいてますですね、はい、投資家の方、はい、視聴者の皆さんにですね、はい、最後にメッセージを。はい、はい、今回お客様、関係者の皆様の多大なご協力ご支援により、東証マザーズで上場することができました。まずもってお礼申し上げます。ありがとうございます。投資家お客様並びに関係者の皆様方のご期待にお応えし、知名度の向上と業績の拡大を図り、株主価値の最大化に努めてまいりますので、引き続きご支援をよろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。はい、こちらには本日東証マザーズに新規上場しました証券コード3133海阪の久田社長においでいただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。